前に落ちない水という実験をしました。どんな実験だったかというと、コップに水を入れます。いっぱいいっぱい入れまして、コースター、あるいはこれはプラスチックの板ですけど、これで蓋をして、逆さまにして手を離しますと、こうしても水が落ちないという実験でした。科学の入門書等では大気圧で押されているという説明がされているんですが、もう一つ大切な力があって、このコップ上部の水圧です。水の圧力が大気圧よりも低くなる、上下の圧力差によって水の重さを支えているんですね。そういう説明をしました。で、コップの上部の水圧が低くなる、これが必要ですということを確認する実験を今からお見せします。用意したのは、底に穴の開いたコップです。これは直径2ミリぐらいの穴を開けています。では実験していきますが、最初はこの穴を指で塞いだ状態で実験してみます。コップに水を入れまして、プラスチック板で蓋をします。逆さまにして手を離すと、この状態では水の重さを支えています。それでは穴を押さえている指を離したらどうなるでしょうか。穴を開いた状態にすると、この中の水圧が上部が大気圧になります。そうすると上と下の圧力差がなくなりますので、こんなことになります。水の重さを支えられなくなります。水の重さを支えるのは下からの大気圧だけではなく、水の上部の水圧ですね、ここが大気圧よりも低くなると、この水の重さを支える分だけの低い圧力が必要であるということが確認できました。